パーニーパッドは、インドのハリヤーナー州パーニーパッド県にある古い歴史を持った都市である。デリーより北へ 90km、チャンディールより南へ 169km に位置し、国道1号が通る。パーニーパッドでは1526年、1556年、1761年の3回に、渡りインド市場のターニングポイントとなった戦いが、ここで行われた。 織物工業においても知られており、美しい模様やデザインの絨毯やキルトの毛布が街の名物である。パーニーパッドにあるヘイムーの彫像。言い伝えによると当時は、マハーバーラタの時代、パーンダバとカウラバの一族の戦いでユディシュトラがドゥリオーダナに和平の代償として要求したいつの地域のうちの一つであったという。バガバットギーターで言及されるダルマクシエトラが、 今で言うパーニーパッドであったと見られている。パーニーパッドの平原では北インドの名運を握る三度の決戦が行われた。1526年に行われた最初のパーニーパッドの戦いは後にムガル帝国の初代皇帝となるチュルクモンゴル系の君主バーブルがデリーするターンアサを率いるイブラーヒームローディを打ち破ったことでデリーにおけるローディアサの支配を終わらせた。 1556年の第二次パーニーパットの戦いでは、バーブルの孫である皇帝アクバルが、北インドのヒンドゥー教徒の王を名乗った武将、ヘイムーを倒し、ムガル帝国の覇権を確立した。1761年の第三次パーニーパットの戦いは、アフガン人のドゥッダーニー・アサが、マラーター同盟へと侵攻し打ち負かした。パーニーパットは、国道一号沿い、 デリーから北へ9 0トルにある。パーニーパッド県は3方向で、ハリアーナー州内の他の県と隣接していて、北がカルナール県、西がジーンド県、南がソーニーパッド県になる。東はヤムナー川を挟んでウッタルプラデーシュ州となっている。ありがとうございます。